さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、キングストン・ジューリー・レネゲード DDR4RGB になります。こちらのキングストン・ジューリー・レネゲードは今までも発売していたモデルなんですが、今年の10月に外観を一新させ、最大4600メガトランスファー毎秒までパワーアップした、新しい DDR4 メモリなんですよね。今回はこちらのメモリを使っていろいろと検証していきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずは公式ホームページを見ていく前に、シュラミちゃん、キングストン・ジューリーシリーズのメモリを知ってる？え？そんなの当たり前じゃない。ではよく知らないシュラミちゃんのために簡単にご紹介。ちょっと。キングストン・ジューリーシリーズには3種類あって、上から、レネゲード、ビースト、インパクトとなっています。ではそれぞれどんな役割があるかなんですが、まずレネゲードは、最先端のパフォーマンスとハイスピードを求めたメモリになります。最大 4600MHz の速度に、CL15 から CL19 の低レイテンシーを兼ね備えて、ダイナミック RGB ライティングには、キングストン・ジューリー独自の特許取得済み赤外線同期テクノロジーを活用しており、滑らかで同期されたライティング効果を演出します。インテル XMP 認定済みで、インテルの最新チップセット向けに最適化されております。もちろん AMD にもしっかり対応しております。モジュール単体の容量は 8GB から 32GB で、2、4、8個のキットがあり、最大容量は 256GB です。今回レビューしていくのがこちらのレネゲードになります。続いてはキングストン・ジューリー・ビーストです。こちらは効果的なパフォーマンスアップグレードを目的とし、ゲーミング、動画編集、レンダリング向けに最適な性能を発揮します。最大速度は 3733MHz で、CL15 から19のレイテンシーを備えています。先ほどのレネゲードよりは性能的に劣りますが、普通に使う分には問題のないレベルの性能です。コストを抑えながらアップグレードしたいという方にはこちらの方が良いかもしれません。単体のモジュールの容量は 8GB から 32GB、キットの容量は 16GB から 128GB です。インテル XMP および AMD Ryzen に対応しており、さらに DDR3 キットもあるみたいです。ジューリーの中でデスクトップ向けとしてはエントリー向けの立ち位置のメモリですね。そして最後にキングストン・ジューリーインパクトになります。あ、これはノート用のメモリね。見た目でわかりますよね。こちらは SODIMM のメモリとなるので、ノートパソコンやミニパソコンなどに対応となっています。最大容量 64GB で、インテル XMP および AMD Ryzen に対応しており、最大 3200MHz の最高周波数まで自動オーバークロックができます。また 1.2V の低電圧により、低温で静かに高効率での動作が可能です。ちなみにこちらのインパクトも DDR3 があり、最大速度 1866MHz のものがあるみたいです。ということで、キングストン・ジューリーシリーズの違いでした。なるほど、それぞれにちゃんと意味があるってことね。ですです。では今度は実際にレネゲードの実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしながら今回使用するメモリの紹介をしていきましょう。今回検証をしていくのはキングストン・ジューリー・レネゲード DDR4RGB なんですが、こちらは DDR4 メモリとなります。昨年 DDR5 メモリが発売されて、AMD では7000シリーズで全て DDR5。インテルは最新世代で DDR4 と DDR5 を両方対応させながら徐々に DDR5 に移行しようとしています。ただ現状、DDR4 対応マザーボード、CPU を使われている方も多いかなと思い、今回 DDR4 メモリをレビューしていこうと思っています。そういえばこのメモリはいくらなの？はい、こちらのメモリなんですが10月に発売された商品で、DDR4 4600MHz 8GB×2枚で、公式ホームページでは 99.36 ポンドで販売しておりました。99.36 ポンドっていくらよ。編集時でのお話ですが17,917円になります。こちらがメモリ本体となるのですが、かなり見た目はかっこいい感じですね。色合い的に、MAGZ790 トマホーク Wi-Fi DDR4 や、ASUS タフゲーミング Z790 プラス Wi-Fi D4 なんかに合いそうな感じですね。今回いただいたこちらのメモリの CL 値は CL19-26-26 でした。にしても、黒ベースにガンメタっぽい感じでかなりかっこいいですね。では実際にパソコンにメモリを取り付けていきたいと思います。今回は MSIMPG-Z690H Wi-Fi DDR4 を使用して、CPU の隣にあるメモリソケットにメモリを装着していきます。今回はメモリが4枚なので全てのスロットに挿していきたいと思います。4枚あるときはスロット全てに挿せるのですが、シュラミちゃん、2枚の場合はどこに挿せばよかったんだっけ？確か左から2番目と4番目だっけ？ですです、よく覚えてました。ということで4枚挿すとこんな感じで、2枚差しの時はこんな感じになります。RGB の部分の白さが強いけど、結構いいわね。取り付けてみた感じはこんな感じになります。
実際にクーラーを取り付けるとこんな感じになります。今回はディープクールのアサシン4を取り付けてみました。アサシン4だとサイドフロークーレイクーラーなのにフロント面にファンが来ないのが良いところではあります。ってことは結構高さあるの？こちらのメモリなんですが高さが 45.76mm あるので、クーラーによっては当たってしまうこともあるかもしれません。続いてライティングも見てみましょう。カメラ性能だと思うのですが、色が切り替わる瞬間白色が見えますが、実際には白は見えませんので色がそのまま切り替わっていく感じになります。周りを暗くするとこんな感じです。割と光量が多いのかなといった印象でした。なのでピカピカに光らしたい人にはもってこいのメモリですね。つまりあんた向けね。各マザーボードメーカーのライティングソフトにも対応しているので光り方を合わせたりも可能です。ということで今回の検証機はこんな感じになりました。CPU はインテル Core i9-12900K、マザーボードは MSIMPGZ690H Wi-Fi DDR4。メモリはキングストンジューリーレネゲード DDR4 RGB8GB×4 枚。SSD は NVMe Gen4 M.2SSD 2TB、クーラーはディープクールアサシン IV。GPU は久々に登場のパワーカラーヘルハウンド AMD ラデオン RX7900XTX です。あとは書いてある通りとなります。ではここからは検証をしていきましょう。今回の検証は、メモリ2枚の 16GB と4枚の 32GB で差が出るのか、というのと、定格の 2400MHz と XMP を当てて 4600MHz にした時に差が出るのか、この2点を重点に見ていきたいと思います。果たして何にどれだけメモリを使うのか見ていきましょう。IDA64。それではまずはメモリのベンチマークソフト、IDA64 からやっていきます。この IDA64 はメモリのリード、ライト、コピー、レイテンシなどを測ることができるソフトになります。では結果を見ていきましょう。まずはメモリリード、読み込みの結果から、16GB DDR4-2400 が 37,507、16GB DDR4-4600 が 69,107、32GB DDR4-2400 が 37,758、32GB DDR4-4600 が 64,982。速度でスコアが上がっているのはわかるけど、4枚より2枚の方がスコアが高いのね。これに関してはメモリの特有の結果かと思います。メモリは2枚より4枚の方がより内部での情報の行き来などに手間がかかってしまうので、容量は確かに増えているのですが、ベンチマークとしての結果だと2枚の方が最適といった感じかと思います。続いてはメモリライト、書き込みの結果になります。16GB DDR4-2400 が 34,840、16GB DDR4-4600 が 66,010、32GB DDR4-2400 が 35,613、32GB DDR4-4600 が 63,795、という結果になりました。こちらも先ほどの読み込みと同様な結果になりましたね。続いてはメモリコピーの結果となります。16GB DDR4-2400 が 36,776、16GB DDR4-4600 が 64,034、32GB DDR4-2400 が 39,933、32GB DDR4-4600 が 65,000、という結果になりました。こちらでついに 32GB の 4600 が1番となりました。コピーをするとなるとやはり容量の多い方が良いんですかね。IDA64 の最後はメモリレイテンシになります。こちらは数字が小さいほどメモリのアクセス速度が上がっているという結果になります。16GB DDR4-2400 が 82.9、16GB DDR4-4600 が 72.7、32GB DDR4-2400 が 83.5、32GB DDR4-4600 が 72.9。こちらもやはり2枚の4600が一番良い結果となりました。まあこれはあくまでメモリでのベンチマーク結果なので次はゲーム等でどのくらい差が変わるのかも見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。続いては FF14 ベンチマークです。設定は最高品質で解像度 4K で行いました。メモリの速度、容量でスコアが変わってくるのか見ていきましょう。まずはスコアから。16GB DDR4-2400 が 24,474、16GB DDR4-4600 が 21,077、32GB DDR4-2400 が 25,573、32GB DDR4-4600 が 21,166。FF14 ベンチマークは 44,600 がわずかの差で1位となりました。このぐらいのスコア差だと誤差範囲のような気もしますが。こちらが平均 FPS と最低 FPS になります。2400組は平均140前後、最低80前後、4600組は平均140を超えて、最低80後半という結果になりました。これに関してはメモリ速度が上がったことで、FPS の落ち込みを抑えているのかなと思いました。では次。シティーズスカイライン2。激重シミュレーションゲーム、シティーズスカイライン2をやってみました。設定はすべて最高設定で人口10万人の街でしばらく様子見してみました。FPS 的にはどれも差がないような感じがしましたが、
その中でも2枚2400MHz が一番 FPS が出ていなかったかなといった印象です。まあ FPS が出ていても30台だったので、本当このゲーム重すぎですね。ただ使用 RAM を見ていると 10GB ぐらいは使っているみたいなので配信もやりたいってなったら 32GB の方が良さそうです。では次。動画エンコード。今回もハンドブレイクとは MM4 を使って、4K5 分動画をそのまま再エンコードさせてみました。CPU やグラボ性能もそうですが、エンコードにメモリも使うのでどのぐらい差が出るのか見ていきましょう。まずはハンドブレイクから。16GB DDR4-2400 が9分28秒、16GB DDR4-4600 が9分13秒、32GB DDR4-2400 が9分4秒、32GB DDR4-4600 が5分56秒。という結果になりました。4枚4600だけやけに早くない？私も撮影してて、あれ、もう終わった、って感じで早かったんですよね。ただ結果としてはハンドブレイクは大容量で高速なものが良さそうな感じはありますね。続いてハワイ MM4 の結果です。16GB DDR4-2400 が10分7秒、16GB DDR4-4600 が8分2秒、32GB DDR4-2400 が10分41秒、32GB DDR4-4600 が7分48秒。という結果になりました。YMM4 に関しても 32GB4600MHz が一番早い結果となりましたね。クリエイティブな用途にはやはりメモリは高速で大容量が正義みたいですね。確かにね。ということで今回は、キングストン・ヒューリー・レネゲード DDR4RGB を紹介してみました。あんた的にはどうだった？まず見た目が武骨感とガンメタっぽくてかっこよかったです。ライティングもかなり綺麗な光り方ではありましたね。性能に関しては、16GB でもゲームとかできることはできますが、じゃあゲームをしながら配信をしたいとか、動画編集もやってみたいな、っていう場合はやはり 32GB は最低でも欲しいかなと思いました。確かにシティーズスカイラインとかメモリ 10GB 以上使ってたしね。なので、ベンチマークも含めて考えると、16GB×2枚が現状だと良いのかなと思いました。あとはここの用途によってさらにメモリを増やしてもらうのが一番かなと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。